朝岡優也、君が世界を変えていく。今日はですね、2012年5月の15日ということでですね、5月15日といえばフィールドビルデビュー記念ですね。ということで今日のゲストですね、皆さんお待ちかね、小橋拓人さんです。盛り上がってもうちょっと盛大に迎え入れていただいて、いちゃんとお久しぶりですね。お久しぶりです、小橋さん。久しぶりですね。これラジオってご無沙汰？ご無沙汰ですね。そうですね。最後のラジオ出たっていつぐらいの時？覚えてないよね。覚えてないです。実際今日でだって本当にフィールドビューのデビュー続いてたら17周年。それもよく覚えてらっしゃいますよね。いや、よく覚えてて、95年の 5.15 だから、デビューが。すごい。いや、いろんな人の誕生日とかも覚えてるしね、相変わらず。それもすごいよね。いやいやいや、もう17年であれから、早いですね。まあ、年取りましたね。いや、年取りますよ、そんな。だって、あの時だって20代後半でね、もう今40代中盤ですよ、本当に。頑張りましょう。はい、頑張りました。まあ、そんな小橋拓人さん、近況最近どんなことしてるんですか？アルバムに参加したりいろいろしてますよ。それいつぐらいに出るの？あと曽根幸恵さんっていう人とかいるんだけど。曽根幸恵さん、シングルじゃないこの。へえ。まあ、その小橋さん、まあ、はいはい、去年の10月、ファンクラブイベント稲川城の方で久しぶり、僕ら約10年ぶりに共演したわけですけれども。ああ、お世話になりましたね。いやいや、とんでもない、とんでもない、楽しかったです。まあ、その時久しぶりに朝岡優也とやって、まあ、印象をねちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか？チッター上手くなってましたかね？ああ、そうですね。そういう印象。いや、そんなにね、そんな、あの、そうですね、別に。印象、それとも人間の印象どうでしょう？どっちでもいいよ。どっちでもいいよ。人間でも歌でもどっちでもいい。もう好きなこと、まあ、人としてはまあ全然、はい、おかわりなく。いやー、老けた部分ありますけどね。老けたのはどうだろうね。でもそんなことない。声も、声こそちょっと心配というか、老けるったりするのかなと思ったけど、うん、全然なく。あんまり変わんなかった。今のところ変わってないです、うん、変わってないですね。はい、素敵だったですよ。ありがとうございます。はい、楽しかった。すごく楽しかったね。その時にちょうど安倍淳もいましたけど、安倍さんと いたじゃん。ひどいなそれ。安倍さんの印象どうだったって今聞こうと。安倍ちゃんこそ変わんないもん。変わんないよね、あの人は ね、 ね、ずっと一緒ですね。あの、いいノリしてたし、会った時から変わってないからね。変わってないね。うん、朝岡くんがこう、あのファンの方たちといろいろお話とかしてる時に、ペチャンとか他のバンドの人たちと一緒にこうちょっと観光してたのよ。おうおうおう、いろんなとこ見に行ったりさしてたのよ。猪苗代ね。そう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 。全然相変わらずいいノリツッコミというかボケというか。なんかツアーしてた時のことを思い出しちゃった。ツアーというかなんだっけ、あのイベントとかよくやってたじゃんね、初めの頃。ポカリスエットのイベント。そうそう、うんうんうん、すっごい思い出した。なるほどね。あのないっすね、みんなね。血を吐いた事件ね。血じゃない、あれワイン。ワイン吐いたやつね。なるほどね。そうそう。いや、一応だからなんかソウルバンド始めたなと思って、なんかね、聞くのもなんか尺で聞かなかったんだよ、なんか。正直なところ、そう、もうバンド始めやがったと思って。こっちはだから自分のってやってるじゃん。いや、こっちはだから7月30日にデビューしたけど、その解散してから半年間の間、どうしようどうしよう、もうこのまま忘れされてしまうんじゃないかと思ってたところで、そしたら兄貴がポーンって出たから、もう始めてやがると思って。だいぶ、あ、そうだっけ。え、俺の方がそうだっけ。いや、兄貴のはだってすぐ、だって確かソウルバットやりますみたいなことを旗上げてたと思う。ああ、そうか。うん、うわ、やばい、先起こされたとか思った。焦ってたもんね、あの2003年で。そう、だいぶ焦ってた。もうこのままだからもう音楽できないんじゃないかという不安があって、とりあえず自分のホームページだけ立ち上げようって、2003年の1月にホームページだけ立ち上げて、まだやりますからよろしくみたいな感じで。いや、でも頑張ってるよね。いやー、実際正直大変です。いやいや、頑張ってますよ。大変なのは分かるけどね。なんとかなんとか、うん、最近はだから CD を出すのを聞いてください、私の人生って言いながら、私だけは。いい曲も書いてるじゃないですか、ちゃんと。ありがとうございます。うん、あの、ね、一緒にやらせてもらった時も素敵な曲ありましたよ。ありがとうございます。うん、それは嬉しいわ。うん、ありがとうございます。
いやー、まさか褒められるとは思わなかった。いやいやいや。褒める立場じゃないですけどね。いや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 。ちなみに、もう今日でまさに、本当、フィードビューデビューが17周年なんですけども、まあ、ちょっとその子のことを思い出しつつ、そのビューの中で自分で書いた中で、これ俺、いいじゃん。どれですか？そんなこと聞かれても、それは別に、なんとも言えないですね、自分の曲は。逆にじゃああれですよ。朝岡さんに質問で、どうぞ。小橋くんが書いた曲で好きな曲とかありますか？いや、だから、エブリウェアですよ。もう即答。あ、そうなんだ。即答。へぇー。あれは即答。兄貴の曲は本当に、なんかね、リズムから書いてる感じするんだよね。まあ、そうなんだね。そう。そのリズムのふわりがとても独特でね、あと、途中にその変拍子混ぜるじゃん、たまに。ああ。あれがね、面白いなと思って、やっぱリズムの人だなと思いながら。まあ、リズムの人ですけど。そうですか。エブリウェアの。エブリウェア。あそこの、だから、あれを、なんだっけ、あれを詩書いた時にものすごい悩んだ時に、どっか何か、ぼそっと心が少しだけ息をしたってあのフレーズを言ったんだよ。いただきっつって、そんでそれをエブリウェアに突っ込んだ。あ、パクられたやつね、あれね。パクらったって。パクられたって言うな。そう。ああ、そうだよね。そう。まあね、うん、あれから17年も経ってますけどね。懐かしいね。まあいろんな人に、だからそろそろ再結成したらどうですかって言われるんだけど、今のところないよね、なんかね、こんな感じだとね。再結成って、もうおっさんが再結成してもね。まあでも結構さ、ビレッジシンガーズとかもやってんじゃん。ビレッジシンガーズすごい上すぎる。ああ。小松さんのところでさ。あ、まあいろいろやってるけど、まあみんな各自それぞれいろんなタイミングがあるから、まあ時が来たらやれればいいなぐらいのところに置いておきましょうかね。あ、そうだね。まあそんなところで、また逆に兄貴、小橋くんの中でその自作でない曲に限ってフィードビューの中で一番好きなのはどれですか？一番好きっていうのはちょっと難しいんですけど、今パッと浮かぶのはドリームスとか好きですね。あれね、うん、それね、小田さんの曲じゃん。で、小田さん、ちょっと切なくなるね、あれね。小田さんの曲で、小田さんに本人に、小田さん、僕、うん、フィードビューの中でドリームスが一番好きですって言ったの。おお、そんと。したら、そんな曲書いたっけって言った。さすがですね。さすが先生。大御所はそういう感じなんですよ。そう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 。自分のこういう栄光に浸らない感じですか。ああ。そうじゃないと、ああいういい曲書けないですよ。はい。確かにな。頑張りましょう、栄光に浸らず。まあそんな、フィードビューどうなるか、まあこれからの活動はね、各自を追っていただければと思います。そしてまあそれは置いといてですね、小橋くんの今気になる音、要するに気になる音楽ミュージシャンは誰とかなんですかね？あのね、ちょっとこの間ハワイと行ってきたのよ。ワイハ。え？ワイハ。ハワイと。はいはい、ハワイと。はい。そう、それでね、フラの、そう、フラダンスのね、世界的なこう大会があるんだよ、ホワイトで毎年。メリーモナークって言うんだけど。あ、聞いたことあるな。そう、結構向こうじゃ相当有名なあれでね。でたまたま行けるチャンスがあって、そこに行って見てきたんだけど、すんごいかっこいいの。フラってさ、俺たちが知ってるのは多分モダンフラっていうのが、基本は古典フラっていうのがあって、それはもっと力強いのよ、早いんだ。早いというか男の人がやるの。へー。それの大会があってね、いろんなこう団体がそこで競ったりするのよ。ほうほうほう。でその大きな大会の周りで、4日間ぶっ通してやるんだけどね、その大会。4日間。そうよ。寝ずにじゃないけど、まあ夜中までやって、で夕方からまた次の日やったりするんだけど、でその大きな会場の周りにもいろんなイベントをやっててさ、バザーやったり、あとプラの音楽のライブをやってたりね。でそのライブ見に行ったんだけどさ、それですごいいいアーティストがいて、今その女の人なんだけどね、こうじゃ相当やっぱ有名な売れてる人なんだけどさ、でその人の声がすごい気に入っちゃって、ちなみに何の人ですか？カイナニカハウナエレっていう。カウナニカハエナエレ。その人の声がすごい素敵なの。なんて言うんだろうな、エリカ・バドゥとかさ、はいはいはい、トリング・ベイリー・レイみたいな、ああいう感じの人なのよ。その人のアルバムがすごくいいの。今これよく聴いてるね。じゃあぜひちょっと今ポチってみます、後で。はい。もう一回名前言ってもらっていいですか？カイナニカハウナエレ。カイナニカハウナエレ。皆さんもぜひチェックしてください。まあそんな状況で、まあいろんな音楽ありますけども、今音楽というかまあ音楽業界、日本の、結構散々な状況じゃないですか。まあ日本に限らないけどね、今 ね、まあ、ね。でもこれからどうなっていくと思います？どうなっていくかね。どうなっていくんだろうね。
でも音楽がなくなることはないじゃないですか。ないうん。ただこうやって今こうやって俺たちが喋ってんの実はこれスカイプで録音してるぐらい、テクニックじゃねえなんだっけテクノロジーはこう、ね、すごいことになってるんで上がってるなかなか CD のね、売れ行きが良くなかったりすることも名付けますけど、音楽がなくならないからさ、だから生じゃないですかやっぱりライブってことねキノコのそうだねライブねそうね、これからライブだから生にふさわしいような音が残ってくんじゃないの。同感です、激しく同意というわけで、まあ、あとはよく聞かれるのはリズム良くなるには何すればいいんですかねっていうことをよく聞かれるんですけど、そうリズム隊をその担ってる小橋くんから言うとリズムは何すれば良くなるんですかね。一ついいこと言ってあげようか、はい、歩く時に歩く時って二足歩行だからさ、必ず偶数で歩いてるでしょ。その時に裏を感じながら歩くんだよ。1、あ、2、あ、3、あ、4、あとか。ほう、日本人ってさ、すり足文化だから、まあ、着物が基本にあってね、1、2、3、4って頭でカウント取っちゃうんだけど、ドドンパドンだからね。そうだよね。だけど、海外の人っていうのは1の裏、2の裏、3の裏とか裏を感じていつも歩いてたり行動したりするんだ。だからグループがいいね。なるほどね。ダンスがあったり歌がうまかったりするんだよ、きっといやでもそれやってるよ、歩きながら。だからタタタタタタって3連で歩いてる。あー素敵だね。タタタタタタ、3連の裏を感じながら歩くと、いわゆるこうアフリカの方たちのようなグループが、粘りっこいグループが出るんだ。1、なるほどね、あみたいなね。それを感じながら毎日歩いてたりするとリズム感良くなんじゃないの。頑張ります、頑張って、はい、まあそんなところでだいぶ話も縁も竹なんでございますが、結構もうほぼ20分ぐらい喋ってるのでだいぶ編集すると思いますので編集してください、はい、まあ、またそのうち何かに共演できればいいと思いますね。ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今日のゲストは、元フィードビューのドラマー、そして現、現何なんだ現、現コアシタクト。あ、そう、一個どうしても聞きたいことがあったんだ。さあ、コアシタクトのウィキペディア見たらさ、元ジャニーズジュニアって書いてあったんだけど、本当それそれはね、ガセですガセだよね。よかったよかった、決めでしょ。あーよかった、誰が書いたんだろうあれ、ずっと気になってて、それ兄貴の黒歴史かなと思って聞けなかったんだけど。黒くないしそうだよね、失礼な、すいませんすいません、ジャニーズの方に。いやそうだよね失礼しました。いやすっきりした。というわけで今日のゲストは、小橋拓人さんでした。これで終わり、はいはい、というわけで今日のゲストは、小橋拓人さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラブ FM 朝岡優也プレゼンス、君が世界を変えていく。さあ今夜のラジオゲスト、元フィールドオブビュードラマー小橋拓人さんでしたが、いかがでしたでしょうかね。僕も去年の猪苗代湖の朝岡優也ファンクラブイベントの時にですね、久しぶりにもう約10年ぶりに共演したわけですけれども、まあ兄貴は全然変わってなかったですね。相変わらずうまいし、まあ、ジャズやらしたら本当にね、この人ジャズの人なんじゃないかと思うぐらい、なんかビシビシドラムを決めてましたね。まあこうやって、ラジオに出てもらったのもなんというか久しぶりだったんで、まあ今日はね本当フィールドビューのデビュー17周年ということでね、ぜひ出てもらったら面白いんじゃないかなってことで出ていただきました。まあ兄貴もさっきこのラジオ確認してもらったんだけど、面白い面白い、この要本当久しぶりだったよね、また呼んでねみたいなこと言ってくれてるんで、またいつかね、やってみたいと思います。この番組では皆さんからのリクエストどしどしお待ちしております。まあリクエストだけに限らず、朝岡優也に聞いてもらいたいこと、やってもらいたいこと、まあ、やってもらいたいことはまだ難しいかもしれないけども、いろいろリクエスト答えていきたいと思っております。宛先は761@lovefm.co.jp 761@lovefm.co.jp です。懸命に君せかもしくは朝岡優也って書いていただけるとありがたく思います。
ということでね、もう29分なんだけどもね、来週はなんと、一応ニーツケンジを呼んでみようかなと思っておりますが、ダメだったらダメで、まあその時はその時でやってみましょうね。というわけでお相手は朝岡優也でした。今日もどうもありがとう。おやすみなさい。Love FM Podcast。 Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。あの時聞き逃したあのコーナー、気になる DJ たちの裏話、ここだけのスペシャルプログラムなどなど続々更新中です。現在配信中のタイトルはこちら、 Words Around the World、 僕らはみんなで生きてる、 Busan Hotline、 Music Primary for Podcast、 君が世界を変えていく、 Happiness Controller、プラダケージロール、スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます。私もピクニックの時にはいつも聞いてるんですよ。 Love FM Podcast。 ちなみに私はハピネスコントローラーを担当してます。聞いてね。